JR 東京総合病院のリンパ外科三原誠です今回は放火試験について我々の治療戦,戦略をお話しさせていただきたいと思います。コロナ禍で急激な発熱、まあ、放火試験の発症は患者さんが病院に電話しても受け入れができない状況が続いております。そのためににも積極的に 放火試験の発生を抑制することで患者さんの負担であったり医療者の負担を減らすということが重要かと思ってます、えー、それではどうぞよろしくお願いします激症型の放火試験の病態解明とリンパ下下の治療の関連性についてお話しします40度を超える発熱で社会生活を送るのが難しくなる放火試験は QOL を低下させる最大の要因となります 昨今で問題となっているコロ,ナでコロナでは急激な発熱はコロナ発症が疑われ救急病院の受診が難しい状況にありますそういった意味でも我々は放火試験が頻発しているリンパ腫の患者さんには LVA を行って放火試験の発生を予防することをお勧めしておりますそれによって患者さん自身の負担であったり我々医療者の負担を減らすことが非常に重要かと思っております 先行研究として我々は2014年に発表しております概要としては放火試験の年間発生回数がリンパ管静脈ふ合術を行うことで頻度が約1 8分の1に抑えられることが分かりました代表症例ですが年10回以上放火試験が発生している患者さんも粘り強くこのリンパ管と静脈のふ合術を繰り返しているとだんだんと改善していることが分かります そこで我々の中で疑問が湧いてきました LVA を行って改善する患者さん約95%になります残りの5%の患者さんはこの手術を何度行っても症状が改善しないなぜかというところでこの5%の患者さんをリスト化していくこととしましたそうすると陰部にリンパ症法がある患者さんが 放火試験が年に10回以上発生し、さらにはリンパ管と静脈の粉合術を回数を重ねてもあまり改善しないことが分かってきました、えー、原因としましてはこの陰部リンパ症法の部分に、えー、何回も放火試験が起こって何度も何度も抗生剤を治療として行われてますので多剤耐性菌が検出され この多剤耐性菌が患者さんの免疫低下を生じるような状態、まあ、寝不足であったり疲れ気味っていう状態になるとこここのの菌がが体の中に入って放火死菌を起こすとということが分かりましたそこでまず診断ですがリンパシンチグラフィーを使うと下肢のリンパの流れが陰部に逆流することが分かります。 病態として考えているのは下肢から流れたリンパの流れというのは鼠径のリンパ節を通って正常であれば鼠径のリンパ節から共感を通り心臓に戻ります陰部からのリンパ流も正常であれば鼠径のリンパ節を通って共感を通って心臓に戻っていきます陰部のリンパ節の場合は お腹の中でリンパ節の覚醒を行うと、素形のリンパ節から胸管に入れずに陰部に逆流することが分かりました。正常な皮膚ではこのようなきれいな所見ですが、えー、リンパ浮腫、陰部のリンパ浮腫を生じている患者さんに関して言うと、リンパ管の内圧が上がって、えー、リンパ管の袋が皮膚の下に多数生じている状態となっております。 icg の検査を行いますと、両側の第一機関部に薬を注射すると、陰部にこのように薬が貯留することがわかります。まあま、リンパ浮腫の処方の切除術切除して縫い寄せる。これだけの場合、内緒や皮膚科で行われている、えー、液体窒素ないしはレーザー治療で行うと約99%以上に再発率再発を起こすことが分かってきております。 そこでこの切除とリンパの流れを、えー、静脈循環に戻すリンパ管静脈吻合術を行うと再発率が99%以上だったものが約30%まで改善することが分かってきましたさらには a 陰部でのリンパ管静脈吻合術であったり鼠径部での LVA リンパ管静脈吻合術を行うと一度で必ず治療できますと確約することは難しいんですが えー、粘り強く治療を繰り返していくと最終的にはほとんどの患者さんが陰部リンパ症法の再発を認めず、えー、放火試験が、えー、起こらない状態になってきております激症型放火試験の LVA の成績ですが、えー、放火試験を繰り返す症例は LVA を優先して手術実施することをお勧めしておりますでリンパ症法陰部に生じている患者さんに関しては同時切除を行っておりますそうすることでで先行研究では 年間の放火試験発生回数が約8分の1に抑えられていましたが今では29分の1まで抑えることができております治療の成績がどん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 改善している状況ですこのような形で放火試験の発生のメカニ,メカニズムというのが分かってきました形成外科はこのリンパ管と静脈の吻合術であったり陰部のリンパ照法をきれいに切除する技術を持っています 包試験に悩む患者さんをしっかりと治療できますのでぜひ多くの形成外科医にこの治療を実践していただければと思っています、まあ、仲間求むというところでしょうかまとめですエビデンスの蓄積によって放科試験は根絶できますでこの放科試験を根絶することで、まあ、医療機関の負担コロナに対する医療機関の負担を我々形成外科医も提言できるのではないかと考えていますご清聴ありがとうございましたえ皆さん ぜひ形成外科の技術を用いてリンパ管静脈粉合術や処方の施設をしっかり行ってあげることで包火試験に悩む患者さんを多数助けられると思いますぜひトライしてみてくださいご清聴ありがとうございました